マゴシワラバガシワカマハヤラタ、皆様こんにちは。ツートムハウスワイフのお時間がすごく早めにやってきました。最近なんだかアップがとても早いかなという状況でございますけれども、皆様お忙しい中私の周波数に合わせてくださいましてありがとうございます。はい、今日のまずはドレスの発表からいたしますけれども、今回はですね、旦那様からではなくて優しいお友達がプレゼントしてくれました。なんか古着屋で見つけたらしくて、ツートムに合うんじゃないかし、俺に合うんじゃないかしらということでね、素敵なお召し物を俺が着ないで誰が着るっていうようなお洋服でございまして、よろしくお願いいたします。この前私お友達のお家でクリスマスディナーをね過ごさせていただいたんですけれども、そのねお家のお庭にねとっても素敵なオレンジの木がねなっておりまして、これがしかも私の大好きな種類で言いますとネーブルっていうオレンジなんですね。もうそのフェイバレットの木がこんなにオレンジの木が、でこの前マトリックス見てきたんですけれども、4ですか、まあネタバレ的なことは言うつもりは別にないんですけれども、別に面白かったんじゃないっていう感じの話。ファースト1を見て面白いなと思ってる人にとっては別になんかインパクトはないし、2と3も全然なんか見てるか見てないか分かんないぐらいの記憶で今回のその4を見ましたから、まあ1のやつはこう衣装とかさ、こうアクションシーンとかさ、全てがなんかインパクトある。あれ何年の映画、90年代後半でしょ。まあハリウッドではもうこういうアクション系とか SF 系もすごい進歩してるから、 CG のテクノロジーとかすごいし、まあもちろんねこのコンセプト的なものはねまあ面白いんですけど、こう覚醒する、またそれが巡ってなんとかなんとか、まあそういう面では面白いんですけれども、まあ2021年見た映画のトップ5、10に入るかって言われたら、だったらこの前のフリー街の方が面白かったと思いました。まあということで今日の動画はですね、この1年振り返った感じで、まあどんな感じだったかしらみたいな、まあ去年の今頃ですね、私この今年の流行語は一体何だったかしらなんていうね、かっこ裏闇みたいな、そういうお話したんです。まあで去年はね割と何ですか、こうアドラクラムとかこうランメルシーとかねありましたね、そういうのね、モノリスとかも多分この時期だったのかしら。結局この1年何が起こってたのかよくわかんない、誰も何も捕まってないじゃんみたいな感じなんですけれども、でまあ去年の優勝候補だったんですけれども、9.5 インチという言葉を、まあこのことをね言っている YouTuber ってこの世にいないんじゃないかっていうぐらいの、私このハンター・バイデンのチンコが 9.5 インチっていうことをね一生言い続けてやるんですから。で今年を振り返ってみて何だったかしら、そういう裏闇系のお言葉っていうのは、まあ裏とか関係なくこのワクチンパスポートって言葉ね、散々聞かされててちょっとうざい、グリーンパスとかパスサニテとか、まあ国によっては言い方違いますけど、そういう言葉いっぱい聞いてましたね。流行語大賞結構選ばれてるかもしれない。あとまあ副反応、副作用、血栓、デルタ、オミクロン、ちょっと重苦しいようなお言葉もすごい流行っておりましたし、でもイベルメクチンっていうようなね言葉も忘れてはいけないかなみたいな、これ英語の発音だとアイダナティン、アイダナティン、この言葉ってなんか YouTuber に引っかかる引っかからないみたいな話がありますから、ちょっとねお口チュイチャクチャクチャ。まあ他にも皆様いろいろと思い当たると思うんですけれども、都市伝説的な話で言いますと、こうなんかサタンシューズみたいなのをねチラッと流行った流行り言葉でございました。覚えてらっしゃるかしら。まああとアメリカ政治なんかいろいろあったと思うんですけれども、よくわからない。でもなんか Let's go Brandon っていうね言葉流行ってましたね、っていうか今も流行ってると思うんですけども、これこそ本当にアメリカのその流行語大賞裏みたいな、そういう感じ。まあなんか言葉の由来はもう知ってると思うんですけれども、なんか観客レースカーレースの優勝した人がインタビュー受けてて、その時に観客がファクジョーバイデン、ファクジョーバイデンって言ってたのを、なんかこうインタビューしてるレポーターがわーすごいですね、向こうにレッツゴーブランドン、レッツゴーブランドンって叫んでます、応援してます、おめでとうございます。Brandon, you also told me, as you can hear the chants from the crowd,
Let's go, Brandon. Brandon, you told me you were gonna kind of hang back. なんかちょっと勘違いしたのか、レポーターが。それともわざとそうやって言いくるめたのかわかんないんですけども。まあ、それ以降、ファクチョーバイデンイコール、Let's go, Brandon っていう言葉になって、すごい流行ってると思う。American screaming, Let's go, Brandon. Patriots screaming, fuck Joe Biden. Let's go, Brandon, slide, swing. Let's go, Brandon, slide, swing.でこの前なんかチラッとクリスマス前のなんかジョー・バイデンのインタビューかなんかです、なんかインタビューがね、メリークリスマス、レッツゴーブランドンっていう、 Yeah, I hope you guys have a wonderful Christmas as well. Merry Christmas and let's go Brandon. Let's go Brandon, I agree. Let's go Brandon, I agree. え、何、自分でバカにされたのを受け入れて、面白おかしくしてる、これはアメリカンジョークなのかよく分かってないの。まあ、ということで私選ばさせていただきたいんですけれども、今年の流行語かっこ裏闇みたいなお話で、今年はまあ、全然意味わかんないわって言われる方がね、いっぱいいらっしゃると思うんですけれども、まあ、そこは、まあ、気になられた方はちょっと探ってみられるといいのかしら。この俺の脳内のなんか思い込みみたいなのがね、こうバラ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 って崩れるようなマットフラットということで決めさせていただきました。今年の皆様の流行語大賞は何だったでしょうか。それからもう一つ、今年の2021年の漢字っていうのもね、ついでにやっちゃおうかななんて思います。去年に引き続きですね、書道家の武藤良武田先生をお呼びいたしまして、今年の漢字を選んでいただこう。それでは中継の方つなげたいと思います。武藤良武田先生、聞こえますでしょうか。どうもどうも、今回もありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは早速、はい、今年の漢字楽しみでございます。おおおふやれ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 ありがとうございます。フラットアースというようなね、そういう連想もいたします。まあ、後もいろいろ前澤さんの動画見たりしたんですけれども、結構やっぱ本物っぽいよなみたいなんで、ぐるぐる回って水の玉とかプロプロプロ。でも ISS って宇宙センターってさ、地球から 400km のところで、本当になんか東京と大阪間の距離ぐらいを上から見てるから、全体がこう地球が丸いって見えるまでには、それにしては低いよなみたいな、もうちょっと月ぐらいまで行かないと丸いっていうのは見えないんじゃないかみたいなコメントもねいただきまして、確かにそうだよな。もう一体どうだったの、前澤さんは何だったの。私フラットアーサーではないんですけれども、まあ、でもそういう考えは相変わらずつーちゃんキープしていますので、エンタメな感覚でちょっと横目から木の陰から見てる感じで楽しませていただいております。まあ、というわけで、今年の流行語マットフラット、そして漢字は平ということをね、私チョイスさせていただきまして、はい、ということで、今年も2021年ダラダラ過ごしたツートムでしたけれども、周波数チャンネル合わせてくださいましてありがとうございます。とても嬉しいございます。心温かるメッセージとライクボタンとか、新しくチャンネル登録、そういうものが重なり重なりつつ、私も成長できているのでございまして、これからもよろしくお願いいたします。それでは皆さん、またお会いいたしましょう。来年ですかね。では皆さん、良いお年越しわけしかしかしかしわしか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 。Thank you.
Bye.